今治市内に住む外国人を対象にした日本語スピーチコンテストが24日に開かれました。はじめまして、ジョン・フランシスコ・ガルビンです。フィリピンから来ました。よろしくお願いします。このスピーチコンテストは市内に住む外国人の日本語力の向上や市民との交流促進などを目的に今治市国際交流協会が今回初めて開いたものです。当初は会場を設けてコンテストを行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため出場者や審査員、事務局などをウェブ会議ツール Zoom でつなぎ、オンラインでの実施となりました。参加資格は市内に住む来日5年以内の外国人で、技能実習生の部と一般の部の2部門で出場者を募りました。コンテストには市内に住むベトナム、韓国、インドネシア、フィリピンの出身者合わせて9人が参加。そのうち技能実習生の部には市内の空調設備会社や介護福祉施設などで研修をしている4人が出場しました。そして日本の生活や野菜の育て方などをテーマに800字から1200字にまとめた文章をスピーチしました。日本での生活も2年が過ぎ、残された技能実習はあと4年ですが、まだまだたくさんの課題があります。一日一日を大切にして、たくさん技術を習得し、日本語の勉強を深めたいと思います。今治市国際交流協会会長賞を受賞したアンディニ・クスヘラワティさんは昨年3月に来日、実習先のグループホームで同僚や利用者を前にスピーチの練習をして本番に臨みました。今は食べてみと腹が太いや映画ねも分かるようになりました。皆さんは分かりますか？また職場の人たちが優しく教えてくれたので、日本語が少しずつ上手くなり、とても嬉しかったです。本当に嬉しかったです。はい、ちょっと緊張しています。施設長と一緒に練習するから、施設長にありがとう、吉松さんにお友達、私は優勝ですよ。言いたいんです。日本人といい関係作って、お友達も作って、日本で楽しいことを過ごしたい。また5人が出場した一般部門では、それぞれが5分から6分の持ち時間で発表、日本で感じたことやこれまでの経験、今治弁で戸惑ったエピソードなどを流暢な日本語で披露していました。コンテストでは関係者や学識経験者など3人の審査員が、内容や話し方など6項目を合計60点満点で採点。それぞれの部門ごとに会長賞や市長賞などが選ばれました。スピーチコンテストの模様は後日 YouTube で公開される予定で、協会では今治に住む外国人の元気な姿を見てほしいということです。